でよろしくお願いいたします。はい、すみません、こちらお願いします。発症状態、くるっと行きたいというのか。では向かってビリペのカメラにも視線お願いします。マキアから小島さんに感謝状が贈呈されます。感謝状、小島春菜殿、あなたはマキアモデルとして天性のアイドル力を持って美力向上に多大なる影響を与えてくれました。これからも全ての女性が憧れる美のミューズとして日本の美容界を牽引していただくことを記念し、これまでの大きな功績に深く感謝の意を表します。2011年11月1日マキア編集部編集長湯田恵子。はい、おめでとうございます。はい、出ましたね。こちら、実は小島さんマキアで初めて表紙を飾った2011年6月号なんですよね。どうですか、改めて今ご自身の表紙をご覧になって。いや、なんか若いですね全然違う、2011年。そうなんです、初登場からちょうど1年後ですね。変わるんですね人でもこれも女性誌で初めて表紙を飾らせていただいたのがマキアだったので、なんかもう信じられなかったです、そのお話をいただいた時は、もう嬉しくて嬉しかったです。本当ですか、はい、私たちの後ろには最新の12月号の表紙がね、小島さんであるわけなんですけれども、インタビューの中だとこれからの将来についても小島さんがコメントされてましたよね。編集長、なんか具体的な目標とかあるんですか。具体的な目標ですかそうですね、インタビューでも話したんですけど、具体的な目標は自分の中ではもう決まってます。決まってるんですか。はい、聞きたいですねそれはまだ時が来たら時が来たら、はい、自然に出ていくんじゃないかなと思うんですけど、自分の中ではこのくらいにはこうしたいみたいなのはすごくいつも考えてます。ないです、あんま感謝されることない気がしますなので初めてかもしれません、感謝状。感謝です、嬉しかったですやっぱね、人に感謝されるってどうですか。なんか私もう普通に生きてて、あ、なんか少しでもいいことできたのかなと思うイベントの中でなんか将来のことはなんか目標はなんか決まってるってなんか言ってらっしゃいましたけど、目標っていうのはまあ昔からずっと立ててないので、目標ってわけじゃないですけど、こういうことがしたいなとかはいろんな、いっぱいあります。ちなみになんか具体的に言うとどんなことやりたいんですか。まだ秘めてます頑張りました、ね、また秘めてえ、そうなんですか。決めてるっていうことはやっぱりじゃあ具体的になんかこれやりたいなっていうのはある。はい。結婚願望とか。結婚願望ですか。でもね、ちょっとこう関係者のお子さんとか、はい、結婚願望、出産願望。結婚願望あります。例えばいくつぐらいっていうのがあったんですか。今26歳なので30歳までにはしたいので、あと 2,3 年後にしたらしたいですね。例えばどんな相手とかっていう感じなんですか。もうなんか、なんですかね、すごく優しくて、なんか人生一回り経験したような、なんか枯れた感じの枯れたというか、なんかもう何でもなんか物知りで尊敬できるような人がいるので、そうなっちゃうと落ち着いてされた方がいます。かなり年上の方が怖くなります。そうですかね。でもまあ、その人が何歳でもちょっと金銭的にもじゃあちょっと豊かな方みたいな感じですかね。お金はあんま考えたことないですけど気持ちがなんか余裕がある人がいいですね。例えばお子さんは何人ぐらいかなって。男の子が欲しいです。どうして男の子ですか。さっき可愛かったそうだね。渡辺真由さんがなんか変動性が、そうなんで、昨日お見舞いに行こうと思ったんですけど行けなかったので、ちょっと状況はわからないんですけど、でもきっと真由は早く復帰したいと思ってると思うので、それを待つのみです。小島さん体大丈夫ですか。なんか病気とかすごい元気なんです。なんか健康法みたいなのあったりしますか。でも毎朝自分でジュースを作って飲んでます。なので真由ちゃんにもジュースの機械があって送ってあげようと思って。